どうも、伊藤香織です。今日は社長と専務さんたちのレコーディングにお邪魔したいと思ってやってまいりました。これはですね、してますね。こっちでやってるみたいです。じゃあちょっと行ってきます。はい、では本日のゲスト、社長と専務さんです。社長と専務でーす。イエッ。よろしくお願いします。実はですね、セットリミットの第長い公演だしだったかな、あのディスクレンジャーっていう作品をやらせてもらったんですけど、その時の主題歌も担当してくださった社長と専務さんたちです、はいはい、ありがとうございます。はい、あの説はどうも本当に、いえいえ、こちらこそ。あの説もどうも楽しかったです。あれは超ヒーローものの、ディスクレンジャー、曲をディスクオンっていう曲ですね。あれで作ったのはあ、オーダーが来て、そうでも暑い曲ちょっと使ってますから、はい、やった感じ。これ iTunes かなんかで買えるの？買えます。 iTunes で買えるそうです、はい、皆様ディスクオン、社長と専務、何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ディスクレンジャーの担当してくれた社長と専務さんたちが、なんとリセットリミットの最終公演の挿入歌、劇中歌、劇中歌も作ってくださることになりました。よっよっ、ありがとうございます。タイトルお伺いしてよろしいでしょうか。はい、タイトルはグラジュエーションストーリーです。グラジュエーションストーリー、はい、卒業って意味です。あ、卒業ってですね、はい、そう、どういう意味ですかって聞こうと思ったんですよ。あ、そうですか。いや、だいだいだい、喧嘩が始まったの。生徒心の卒業っていう意味なんです。あ、え、その一単語で卒業です。あ、そうなんですね、うんうん、へえ。なんでそのタイトルになったんですか。グラジュエーションストーリーは、あー、まあ、だいたい僕ら曲作る時ってデモ曲っていうのが上がってくるんですね、はい、作曲者担当から。でジジイとかウサギとかから上がってくるんですけど、今回ウサギから上がってきたんですよ、デモ曲が、はい、こんな曲できましたから聴いてくださいなみたいな感じで聴いたら、あー、もうこれめっちゃ卒業やわって思って、うーん、ほんまになんかあんま興味なそうな感じで聴いてたんですけど、めっちゃ、これめっちゃ卒業やわって思って、で、そういえば去年、それが去年の12月ぐらいやったから、来年の春に出したらちょうど卒業にええんちゃうかな。でそれをもうグラデュエーションで卒業というのがね、英語で言うたらグラデュエート、グラデュエーション、グラデュエーション、名詞だと、うん、名詞だから、何の話難しいです、うん、そこで卒業ソングにしようって思って、うーん、で今回曲の聞きどころっていうか、はい、なんかポイントっていうか、なんかありますか。はい、作詞したの僕なんですけど、うん、まあ、卒業なんですけれども、卒業ってやっぱ離れ離れだから悲しいとか、まあ、おめでとうっていういろんな、あ、多分いろんな人もいろんな思いがあると思うんですけど、今回はちょっと、まあ、主人公みたいな方がいらっしゃって、
その主人公が過去の自分に対して卒業はその時は辛いけれども自分を成長させてくれるものだから、うん、一旦は悲しいけどもそこはみんなでお祝いしようとかそういう気持ちを込めて作ったっていうのと あとはね学校も卒業あるしいろんなまあ例えば劇団とかも卒業あるかもしれないですけどこの場所から卒業して次のステップに上がろうっていうような思いも込められております。なるほど、はい、素晴らしいです。ありがとうございます。いえいえ。じゃあ、皆さん何かこれにこれなんか卒業したいことありますか？一人ずつ卒業したいこと。じゃあ私は、はい、ベースを買うことを卒業したいです。あ、めっちゃ買うってことですか今？去年15本ぐらい買った。もうありえない。16本ぐらい売ってるんですけど。え、1本だいたいいくら？ご想像にお任せいたします。やばい。やばい。ベースを買うのを総額やばいよ、ね、そろそろ卒業しなきゃいけないなとさすがさすが大丈夫言っちゃってそんな15本も買ってるってあーこれ秘密なんですよ秘密なんですよ誰に誰に秘密なの家内には秘密今回このリセットリミットの、舞台で使わせていただくグラデュエーションストーリーは、はい、発売とかっていうのは、はい、いつ頃とか決定してます、はい。CD の方を、はい、リリースしましてそれが、はい、サチュレーションストーリーと同日の3月28日に CD が発売いたします。はい、で、さらに、皆さんの声にお答えして3月28日の1週間前に、先行配信をしますので1週間前に iTunes で聴けるように、うん、はい、なります。すごい、はい、あ、そうなんですね。なんで、CD はリストリミサさんの舞台のところに、はい、物販のところに置いてもらおうと思ってますんで物販、はい、はい、物販で、はい、誰かはいらっしゃるんですかね。そうですね、当日日替わりで。あ、日替わりですか、はい、日替わりで。え、お昼の会とかもあるんですけど。あ、お昼はちょっと清掃してるからです。そうですね、清掃したり社長業がすみません忙しいですね。そうですね、会社があるんですね。あ、そっか、お昼のね、夜の会だけ誰かがいらっしゃる。え、誰かが、はい、毎日いらっしゃる誰かが。ね、もうそのな、いや、それはもちろん、もちろんです社長あ、じゃあその時にお声かけさせてもらってもいい。ああ、全然大丈夫、うん、大丈夫です、ね、はい、ありがとうございます。ということなので皆様ぜひ舞台見終わった後見る前に物販コーナーで社長と専務さんたちに CD をくださいと買いに行ってください。あ、始まる前まだ行けないかもしれない。あ、終わった後終わった後よろしくお願いします。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 ええ歌やから。じゃあ最後に社長と専務さん的に何か告知とかあれば。はい。3月28日に、今回のグラデュエーションストーリー発売いたします。はい。今のところ、はい、発表できるのはそんなもんなんですけれども、ちょっとまた。春に向けて、まあ、3月も春やけども5月ぐらいにちょっと去年から出すって言ってた、うん、なんかこういうものをこういういっぱい詰まったこういうものをいっぱい詰まったこの辺かな、その辺かな、いっぱい詰まったこういうものを出す予定ではありますので。なるほど、はい、こうご期待ですね。そうですね、はい。あと何かあったっけ。次のベース買うのは5月ぐらいよ。頑張ってる買うんですね。ちなみに1本うちにありますからね、ベースね。嫁にバレたらあかんって言って。あ、避難場所。そう、避難場所に1本置いてあって。あ、もう、ね、奥さんにバレて、奥さんがバーンって書いたらロックですよね。ロックですね。奥さんがやったらロックだな。奥さんがロック。いいですね。ちょっと、1回試しに。
あ、いや、まあ、バラしてみたら。本当に卒業になっちまう。バンドから卒業になっちまう。夫婦も卒業。あ、それはダメですね。それはダメだ。いろいろと卒業。じゃあもういっぱいここに避難させて。いやいや困るよ。うちもそんな広くないから。あ、じゃあ所長とセムさん、あの、ありがとうございます。ありがとうございます。舞台の当日も物販の方でよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。社長と専務さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。伊藤さん、はい、最後にあのちょっと出させてよって交渉してみて。あ、ちょっとすごいのになるな。なんやん、喧嘩でしょうか。ないや、やっぱりあの聞いてね、すごくいい曲だなと思ったから、ちょっとあの入り込めるスペースはないだろうかって思うわけよ。どうかな。何にや。 CD にCG に入るんか。 CD にあの、あのその素敵な曲の中にちょっとぴょろっと私も声出させてもらえねえかなって思うわけよ。うん、そんなやりたいんか。やりたい。よっしゃ、ええやろ。いいですか。ええやろ。ええか。仕方ありません。ありがとうございます。もうあの絶対言いません。奥さんにあのそれを条件で、はい、絶対言いません。よろしくお願いします。いやいやいや。